はい、どうもこんばんは。どうもよろしくお願いします。恥ずかしい気持ちもゼロじゃないのオープニングを撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝手に筑波大使がね今日はいないので、高山博士と新川咲代打 MC、 何回目ですか今回。4回目ぐらいじゃないですか。4回ぐらい代打 MC 歴、もうで代打の切り札になりつつあるよね。準レギュラーと言っていただいてもね、代打の切り札どころかもうとりあえずなんかとりあえずピッチャーに回ったら出されてきたみたいね毎試合とりあえずそのここぞっていう場面に今まではね、はい、言われる人だったけど、もうとりあえずおいちょっとそろそろもう限界だから準備してくれみたいな感じになってますよね肩作らされるの早くないですか。あ、そう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 なんだよ。そうそう、別にねもう点差が勝ってようが負けてようが肩作らされるっていう、ちょっとね代打とピッチャーの例えとこうごちゃごちゃしちゃいますけど、すみません。本日のゲストですけどこちらの方です。どうぞよろしくお願いします。インターネットで練り物をしている傍ら歌を歌っております笹かにかまと申します。よろしくお願いしま す, しします、ね。ネットでかにかまをしている傍ら練り物をしている方です。インターネットで練り物、今日はインターネットで練り物、はい、うん、ちょっと外行きの格好で、うん、よそ行き外行きの格好、はい、普段は練り物、普段は練り物の方が本体。どういうことですか練り物の方が本体ってどういうことですか。その練り物の方、練り物を練ってる人なの。あ、いや練り物そのものってこと。そのものです。あ、そうですか。まあそうですね、もうなんかどうしましょうかね。ちくわとかってことですか。父親が笹かまぼこで、うん、母親がカニカマなんです。でそれ足して2で割って笹カニカマ、うんうん。それはやっぱりあのなんていうんですかね、何パーセント何パーセントとかってあるんですかね。笹カマ何パーカニカマ40みたいな。綺麗に半々で、半々、半々で、半々でハーフなんですね。なるほど。国籍はどっちですか。国籍はカニカマの方ですか。あ、国籍ね、日本とアメリカだって、アメリカで生まれたらアメリカ国籍みたいな。あ、そうですね。そうそう、まあ、父方の家系なんで、うん、はいはい、笹カマが本体。笹カマより、ね。で普段は何をされてるんでしたっけ。普段は、YouTube とかニコニコ動画で歌のカバーを上げたりとか、うんうん、なるほど、自作の曲を上げたりとかしてますね。なるほど、はい。ちょっとやっぱり異常な人が誰かだけ決めようぜとりあえず誰かだけ決めようぜとりあえず。そのだとして一番まともなの僕っすよ。本当ですか。本当です。なんでなんでですか。根拠は。根拠ですか、うん、だって普通の会社員だし、うん、あの学部卒だし、うん、新さんは何と何のハーフなの。僕ですか。何と。僕長崎県佐世保市と長崎県佐々郡のハーフです。佐世保バーガーと佐々っていう、うん、西方高校がある田舎なんですけど、うん、母親の実家が隣の家徒歩10分みたいな、うん、ところがハーフ。よく笹カマとカニカマのハーフの前でそんな話ができない。一番の異常者だと思う。そんなことだと思うよ。ごめんなさい。なんか歌のカバーをされてるっていうことで、確かになんか声がすごく綺麗ですよね。それにます。なんかどの辺、どういう歌をカバーしてるとかありますか。あ、そうですね、ボーカロイドっていう楽曲があって、うん、その人間が歌うんじゃなくて機械に曲を歌わせよう、ボカロね、はいはいはい、ジャンルの音楽を、はい、あの人の声でカバーしてます。へー、ボカロ、機械が歌った曲を人の声でカバーするんですね。そうなんですよ。結構そういうジャンルってあったりするんですか。そうですね、やっぱりアドちゃんって聞くじゃないですか。はいはいはい。2020年あたりからそのカバーがよりこう注目されるようになってきて、はい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 、コロナとかで結構みんな人が外出れなくなった時に、うん、ちょっと自宅でやれる趣味ないかなみたいな感じで、うんうんうん、今だんだん熱くなってきてるジャンルですね。ジャンルで言ったアドちゃんと一緒のジャンル。そうですね。あ、そうなんだ。アドも結構それに入るんですね。あ、なるほど。何ちゃんですか。カニちゃんです。あ、カニちゃん、カニちゃん、フレンドリーに、フレンドリー、カニちゃん。そうですね、じゃあカニちゃんとしんちゃんと、ね、はい、タカちゃんでやっていきたいと思います。あんまり相性らしい相性、ちょっともう本当にいろんななんかごちゃごちゃするんでやめましょう。、ね、毎週火曜日8時半から、ラジオつくばで放送しております。恥ずかしい気持ちもゼロじゃないです。お楽しみに。